マネ県岩見地方で話される日本語の方言の総称である。東条三沢の方言区画ではさらに東、山陽方言と西中国方言に分けられる。東三院方言とともに中国方言に含まれるが、文法や発音において三陰と三陽の間に対立項が存在し、中国地方の方言を三陰方言、三陽方言に区分できる要素もある。 アクセントほぼ全域が東京式アクセントである。岡山県と広島県福山市周辺が内輪東京式、岡山県新見市周辺、広島県、山口県、島根県岩道域西部が中林東京式、島根県岩道域東部が外林東京式である。母音全体的に表日本式音韻体系で母音はしっかりと発音し、無声化は起こらない。 母音うは他の西日本と同様に唇を左右から寄せてかなり丸めて発音する。ただし山陰側の岩見弁は若干無声化が見られ、うもに近い。連母音融合特に岡山弁などの東山陽方言域では連母音の融合が盛んである。例えば東山陽方言域では愛という連母音は地域によってエアー、エー、ヤーなどに変化する。 一方、広島弁などの西中国方言域では、愛という連母音は、あーに変化する。お、はなどの助詞も、前の母音と融合して、手紙をは、手紙を、手紙を、酒をは、酒を、酒は、は、酒はなどに変化する。断定の助動詞、だ、じゃ、やの分布。採用は、じゃ、三人は、だを用いる。文法は、 西日本方言に広く共通する特徴を備えている。断定、じゃ断定の助動詞には、じゃを用いる。夜、トルタの西日本、九州と同様、新交代と官僚体の区別がある。新交代には、夜を使い、官僚体には、トル、チョルを使う。例、雨が降り夜と、雨が降っとるを使い分ける。新交代は、地域によっては、オリオールのように発音される。 官僚体は、トルの地域が広いが、山口県では、チョルという、経営、県理由の接続助詞には、経営、県を用いる。これは、中国、四国、九州北部に広く共通する特徴である。活用系の音便形容詞の連用型は、他の西日本方言と同様、白うなるのように、う音瓶を用いる。阿五段の連用型は、 他の西日本方言と同様に、アロータのように、ウオンビンを用いる。作業五段同士の連用型は、出したい大いたのように、イオンビンが起こる。打ち消し他の西日本方言と同じく、動詞の打ち消しは、ンを用いる。不可能近畿、四国、北部九州と同様に、陽線という場合、能力的に不可能であるとする表現として用いる。例えば、 要泳がんといえば、泳ぐ能力がないの意となるが、泳げん、泳がれんといえば、状況的に泳げる環境にないの意となる。意思形未然型に、うのついた意思型は、意思、勧誘だけでなく、水量も表す。例えば、書くだろうの意味で、過こう、高いだろうの意味で、高かろうということがある。その活用型は、上一段動詞は、お給のような、いう形、または、 お経のような、用形を用いる。下一段同士は、あ経のような、用形を用いる。形容動詞形容動詞の終始型に、静かなのような連帯型と同じ形を用いる。今日は、静かな、昨日は、静かなかった、静かなった。東条未さんは、三陽の方言を、東三陽方言と、西中国方言に分けているが、両者に、 特段の違いは存在しないものの、抽出可能なサイトて以下が挙げられる。過去否定過去否定に、東山用では、なん、だを頻用するが、西中国では、ざった、を頻用する。逆説女子逆説女子に、東山用では、けど、けどを用いるが、西中国では、が、を頻用する。連邦院アイ、愛、愛連邦院は、東山用で、エアー。 やーになるが、西中国で、あーとなる。三院方言との間には、今夜多くの文法要素において、共通部分が多いが、断定助同士の、だ、じゃ、和行語段同士連用形、即音瓶、右音瓶など対立する要素がある。比較的スタンダードな西日本的文法を備える三様に対し、三院は他の西日本すべてと対立する文法要素があり、 それらは東日本方言と共通する。岩見弁は山陽方言に含まれるが断定の田を用いるなど山陰方言の要素もある。広島県や岡山県の北部でも田を用いる地域がある。また、広島県北西部に和行五段同士連用系の側音便があり、中国地方内陸部は山陽方言と山陰方言の繊維地帯となっている。 また山陰には、連邦院、アうアーの変化があり、これは、全国でも山陰方言のみに見られる現象であり、三陽方言には存在しない。大野進柴田武史編、岩波講座日本語11方言岩波書店、1977年、平山照を、全日本の発音とアクセント NHK 放送文化、研究書編、NHK 日本語発音アクセント辞典、 日本放送出版協会1998年4月ありがとうございます。